こんにちは、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールドライブ配信始めていこうと思います。今回から、新リーグ戦ということで、見る通り6人タッグマッチですね。そちらをやっていこうと思います。ルパンレンジャーと元坂道の白石麻衣ですねをモチーフとしたレスラーが今戦っておりますが、これはあくまでテストということデモということで、ご了承ください。まずはリーグのメンバーを決めて、それからちょっとだけ試合をやって2時間ぐらいで終わるかな。競輪の予想もできればやりたいと思うので、今回短めにしたいと思います。はい、ということで、配信はツイッチでお届けします。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチプリーズアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そしてアーカイブはいつも通り YouTube で行います。 YouTube チャンネル登録高評価あとは YouTube で行います。2日後、11日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube チャンネル Two Days After、YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォローリポストいいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということでまずは、ルールなどを説明したいと思いますね。今回のテキストエディッター編集画面ですね。このようになっております。もうちょっと迫れてもいいか。今回は6人タッグマッチのリーグを行います。で、2ブロック制12組ですね。で、通常の3カウントホールルールで30分一本勝負となります。いつも通り各ブロック上位2位までが決勝トーナメント進出。勝ちが5点、ただしリングアウト反則勝ちは4点、引
き分けは2点となっております。ロープチェックもありますし、反則カウントもある、場外カウントもある、クリティカルはいつも通り、でですね、前回のでデスマ爆破デスマッチでは中で行いましたが、いつもどエホルトのこのリーグ戦のいつもの手で行います。乱入発生率は低いとさせていただきます。リングは80年代全日本プロです。会場はビッグガレンアリーナで、レフェリーは城樋口ということで、行わせていただきます。ではですね、そしてここのポイントですが、1人はランダムで選出いたします。で2日目、2人目以降をそのランダムで選出された人の、同じ、軍団リーグチーム上にいるだろう人を、選んで3人組を作るという構成にさせていただきたいと思います。では、オープンリーグ新規ですね、ノーマルマッチで始めたいと思います。リーグマッチでいや国民タッグ、ブロックはいつも通りに、決勝が2でこの辺でいいでしょう。まずは、未決定枠ランダムエントリーを行います。なんかびっくりした、こんな感じか。まずこうなるんだ。しかし消すことってできないな。まずは、マスタイラーってどんな選手なんだ。チームはマスタイラーは SWA の選手、 SWA のどこの選手なんだ。ヒール、分かりにくいなこれ。SWA ヒール軍ですね。一応チーム名を今回記載しておきましょう。SWA ヒール軍の中から選ぶということになります。次です。谷崎直樹、直樹はひらがなです。全員ここ配備しとこう。いや好きな、
押してある。でこれで基本の作ってあげて、谷崎直樹はどこの軍団、ドラゴンゲートは分かるんだけど、ドラゴンゲートまでしか分からないのかな、ちょっと困るよな、うん、あ、ドラゴンゲートの中のドラゴンゲートはドラゴンゲートなんだ。ということで、ドラゴンゲートですね。ミレツーノとかあのフランシスコ・アキラとか入ってますが、この人たちは落とされます。これって3人セットでエントリー解除されるってことか、ちょっと悲しいな、悲しいな。そしてこれなんだ、これ、あ、勝彦か、どこの勝彦なんだ、ノアですね。ノアの元金剛でいいのかな、違う、この人たち、あ、元ノアに当てはまられてしまってるんだ。でもな、ちょっとやばい人もいるからな。まあ人には佐々木健介は確定ですね、これで多分、まあ、佐々木健介もいや何でもない、と佐々木健介を一人は入れときましょう。別にこれ元ノアでなくてもいいんじゃないかな、さすがに。元ノアだけど、あの今後も OK としとこう。まあ勝彦は健介あれですかね、 WJ ですからね、その関係は指定みたいな感じになります。だから佐々木健介はまでは枠として入れときましょう。あ、なんか HP になっちゃった。ということで、A ブロック4人目です。また小太郎か。小太郎さ、前回出てきましたからね。小太郎はちょっとこのエントリー解除。小太郎解除できないの？あ、ノーエントリーなの？ちょっと時間かかってんな、なんか。わからんけど。でこれで入れられましたね。マークシルバー、このマークシルバーっていうのはどこの人でしょうね。マークシルバー、ユーインター外国人勢ですね。
なるほど。じゃあ次行きましょう。またではないか。ロビンソンで、ビル・ロビンソンです。これもったいないんで、ビル・ロビンソンって入れたらこの名前が出てくるようにするか。辞書登録して、ストーンコールド、ジプシー・ジョーっていう豪華メンバーが入ってますが、あ、ダブルクリックすればいいんだ。国際日本サイドですね、これ。まあ、もともと国際の前期に、いろいろグレート草津のエース作戦に失敗したりして、迷ってた時に、まあ、ビル・ロビンソンがヨーロッパからやってきて、もうアメリカ行ってたのかな、その頃は。で、国際の初めての外国人エースってことになって、プロレス、日本プロレス初の 2,3 年ぐらいそれを務め上げたんかな、ということで、日本サイドにしてました。なので当然ラッシュ秋村とかの国際の日本サイドですけど、まあ、なるべくなら東京12チャンネル時代じゃなくて TBS 時代の選手を、ね、当てがいたいですね、これは。そしてペッパーです。太陽ペッパー、誰だ。太陽ペッパーって誰だ。太陽ペッパーはアニメ漫画キャラですね。サブカルイズムの。プロですか。はい、これが太陽ペッパーですね。続いて、棚橋博、新日本の社長になった棚橋博はここで登場です。この棚橋博はどこから来た棚橋博なのか。あ、 SWA ヒール軍ですね。ただ SWA ヒールの新日じゃなくて SWA ヒールなんで、公認されてない側、いわゆる
ワークショップから拾ってきたがですね、多分新日のパックが販売する前だったかの頃に販売してまだ買ってなかった頃かもしれないですね。なのでこの SWA ヒールの中に中から、まあ、シンスケとか棚橋と組んでた人を選びたいと思います。新日本体じゃなくてね。で続いてマサト、なんだこれ、あ、薬師寺さんだ、大阪プロレスで見たな。これは薬師寺ってどこにいるんだろう。あ、スーパーライガーのスーパー J カップ組になってるんだ。ライガー特集を最初の頃やったんですけど、スーパー J カップに出てきた人ですね。なんかシーマが何人もいるんだけど、薬師寺か、薬師寺って当然当時は当時はまだ道の区だったはずだから、道の区あたりの選手をこの揃えたいかもね。はい、下行ってみましょう。9番ロッキー組です。ロッキーロメロ、桜庭や本間がいますが、ロッキーロメロ、ロッキーロメロは SWA ヒール軍ですね。 SWA ヒール軍多すぎない？ロッキーロメロってどこにいたんだっけ。ま、当然3K ですね、翔や陽の。なんか微妙なポジションにいない？ジュニアだからか。え、今のチームってどこなんだ。ロッキーロメロ、ロッキーロメロ、ケオスか、ケオスの、だからケオスの選手だけど、あんまりケオス感ないよな、ロッキーロメロって。スプレーとかも全然ありですよね。デーモン・スミス、誰だ。
テムスミスさん、SWA 正規軍ですね。正規軍という名のヒール、これね、ね正規軍とヒール、ベビーフェイスとヒール入れ違えたからなんだよな。さあ、このデーモン・スミスはリーグ戦多分初登場だと思う。で、高田信彦ですね。高田信彦は北尾枠ですね。北尾とタッグ組んでもらいましょうか。天竜とか夢のタッグだろうな。優勝校山ちゃんとかやばいな。夢のタッグだよな。北尾と組んでもらいましょう。北野と組んだり、天竜は嫌がりそうだな。あとまあタルあたり組めばいいかもしれないですね。北尾つながりで、そして、ジョン・スミスも SWA 正規軍ですね。この辺の整理もいずれ行わないといけないですね。なるべく新日の選手に関しては新日の方に吸収したいし、数がちょっと多くなりすぎてる感はある。これで終わりか。あとはノーエントリーで、藤波矢野とかもいたんですが、もったいないな。アンソニー、ちょっとチームが多すぎるのな。バチスタ、力道山と、12チームですからね、今回。ではこれが A ブロックということで、次 B ブロック見ていきましょう。浜亮太登場です。浜亮太か、なんかあんまり個人的に自分プロレスを歴史、日本のプロレスの歴史考えると邪道ではありますが、大相撲出身選手って好きじゃないんですよね。なんでノアジュニアに浜亮太いるんだ。浜亮太全日だろ。これはまあ全日本ということでノアジュニアになってんだけど、このまま戻るとセーブできないから無理だよ。大ミスだな。ノアジュニアだが、本当は全日本か。浜亮太って今何のチームやってんでしょうね。ました。浜亮太ってまだ全日いるのかな。しこ名は相撲力士時代の名前は北斗嵐。交渉体重225キロ、日本出身プロレスラー史上最重量らしいです。
すごいな。まあ当然膝の怪我が多いでしょうね。今全日本やめて大日本なんだ。で前橋にうどん屋をや、オープンして浜本人が手打ちしたうどんを振る舞っているらしいが、だからあんまりプロレスラーとしては試合しないみたいですね。うどん屋をメインにして、まあこれは仕方ないかな。1979年生まれでもう40いってるから。まあ、川田とかもそうですよね。ラーメン屋やって、田上もかな。あと、あの佐野直樹、佐野拓馬か。拓馬ってあんまり好きじゃないけど、佐野さんですね。もう、料理店レストランっていうのかな、食事店に転向したしましたしね。まあ昔で言うとあれか、あの会津若松をちゃんこ屋オープンした米村天心とか、あの全日本が会津付近に来た時だけあの参戦するという。だから高崎市なんで、その辺の群馬、前橋とか高崎とかあたりはあの上がるかもしれないけど、上がらないだろうな。まあ大日本に移籍しないとダメですね。移籍処理、ただ今移籍処理するとなんかデータが消えてしまうのが怖い。どっちの BJ なんだ、ストロング BJ なんだろうか。ストロング BJ じゃないかな。相撲って結構ストロング要素があるんで、ストロング BJ だと思います。なのでストロング BJ 組からと言いたいとこなんですけど、関本ぐらいしかおらんのだよな。猪木猪木さんはどこの猪木さんなんだろう。なんかビッグジョンクイーンとかこれに降臨上層とか、このままのチームでもなんかすごいな。国際プロレス夢のオールスター組なんだ。やっぱりじゃあ馬場さんとかと組みたいな。馬場さんとか、鶴田さんとか、あ、鶴田さんじゃない、藤波さんとか、あとここに出てる藤原組長とか山本小鉄あたりと組みたいところですね。馬場さんほとんどリーグ戦出たことないんだよな。だから出すと面白いかもね。あ、でも組長いるんだ。もうなので組長とはもう組めません。組長いるんだな。ヨントラもいる。デストロイヤー追悼参加者、ですね。この中の新日とか UK を中心に。でもね、それだけじゃないからな。90年代の
パンクラス勢が抜けた後の組長っていろんなリング上がってたもんな。全日にも上がってたし、 WAR にも上がってたんで、ね、WAR とは特に相性いいかもしれないですね。まあ、フチとかと組ませても面白いかもね。そしてダイナマイトバイスがいます。私の作ったオリジナルレスラーですね。ってことはオリジナルレスラー2人用意したいところです。このダイナマイトバイスはまた優勝候補になるんじゃないでしょうかね。前回アングリーランボーがデスマッチ戦で優勝したと一緒で、シングルだったら強いかもな。ダイナマイトバイス、アングリーランボーに勝てるかどうかは別として、とにかくヘッドロックとかスリーパー狙ってくるんで怖い選手です。あ、ここにケンスケいるのかよ。じゃあケンスケ入れられないですね。勝彦はちょっとケンスケはやめときます。ケンスケいるんだったらこっちにケンスケ入れるしかないよな。ケンスケだって基本的に多分リーグ戦って言ったら初めてだったかもしれない。あ、元なんだこいつ、元ノア、まあでも元ノアなんだよな。確かにちょっと困りましたね。まあダイヤモンドリング系も OK としましょう。長谷先生とかもね。そして杉浦です。杉浦誠、高志、マスターがいますが、これはノアの杉浦軍ですね。まあどっちかといえばストロングスタイルより、新日ストロングスタイルよりですね。昔の格闘技寄りの選手が集まってます。藤田、桜庭、家臣か、鈴木秀樹はちょっと毛色が違うから、藤田とか桜庭がいいんだろうな。家臣は家臣だけにな。藤田、桜庭を入れたいですね。これ優勝候補になるかもな。そうなったら、そしてルパンレンジャー登場です。さっき出てきたルパンレンジャーですね。タフワンマンモスもいますが、これはサブカラ、イズムですね。アニメ漫画キャラで太陽ペッパーと同じなんで、どっちかといえばロビンマスクとかヒーロー寄りの選手と組ませたいとこですね。ルパンレンジャーはシンカリオン、エチゴ、ハヤブサとかもいいかもしれない。そして、金丸義信です。
これもデストロイヤー追悼参加者だったんだ。ここから選ぶのか、それとも今金丸がいる新日のチームから選ぶのか考えどころですね。そして9番はシーマです。偶然シーマが被ってる、別のチームのシーマだったりするんだろうな。ライガーのスーパー J カップ組ですね。薬師寺同様なので、この辺の登竜門時代の話なんで、登竜門組をからですね、おペガサス聖夜とジューシーサンダーライアンガーが並んでる。まあ当然これもやっぱりサブカルイズム、アニメ漫画キャラなんでしょうね。まあ格闘技よりのなんか正義キャラっていうのを選びたい。あれ？なんで？いや、あ、やっちゃった。うわ、もう一回だ。嘘だろ？あー、やっちゃった。これが怖い。いや、エントリー全解除して、ただ11番12番が分かんないな。 B ブロックの11番12番だけちょっとアンディウーか、どうしよう。このウィリエなんかイケてなさそうなウィリアム・ロビンの方に上げてみますか。キャッチアズっていうチームですね。で、最後大谷慎二郎です。この大谷はどこの大谷なんだ。全日本プロレスになってる。全日本プロレスの大谷、新日本プロレスのゲスト組だ。2020年の1月 1.4 ドーム大会出てきた人たちだ。佐野直樹とかもいる。佐野さん確かここで引退のあれやったんだよな。さあ、ちょっと82年にして、ビッグガーデンアリーナにして、レフェリーは城樋口にして、
30分で、ホームレベルはまあ8でいいでしょう。なんだこれ、ホームスキップはオフ、ロープチェックオン、イルミネーションオフ、ランバージャックオフ、トルネードオフ、カットオン、場外反則カウントはオン、クリティカル低い、 BGM はどうでもいいですね。乱入発生率を低いということで、うん、これでいいんじゃないかな。チーム一括ですね、入場パターンは。さあこれでちょっと何かうまくいかない。途中セーブ機能欲しいよな。まあいいや、まず SWA ヒールのバズタイラーから入れないとダメか。サムレヒールも多いからな、数が。バズタイラー、バズタイラーって結構若い人なのか。ジェリーブリスコ入れてみるか、面白そうですね。そしてニッキー・ギブソン、この選手を入れてみましょう。そして次です、ドラゴンゲート谷沢直樹、どんな人？トンパチサーファー、じゃあ斉藤亮か。ちょっと見てみよう他の選手。ミラノサーファー、ヨシーノ入れてみる？なんか接点は分からんけど面白そう。あんまり出てない選手にチャンスあげたいですね。クネスとか出たからな。なんだこいつ。ジャクソン・フロリダ、うん、そして勝彦ですね。まあ勝彦は難しいな。元ノアから選ぶことになるんだけど、ケンスケはちょっと選べないんで、で岡田金也も選べないんで、普通に金剛から
選びましょう。金剛はいたっけ？金剛いないよな。まあ金剛って言っても元金剛だけどな。仁王と覇王。あれ貼っていたな、そういえば。ソヤと忠助をちょっと選ぶ。ソヤと忠助って毛色が違うんだよな。それなら船木の方がいいような気がするけど、船木なんか他使いそうな気がするんだよな。まあ高田は使わないとしても藤原とか使う可能性もあるんで、仁王覇王か。仁王覇王よりソヤ忠助の方が面白そう。じゃあソヤ忠助で、を起用しましょう。はい、ということで、次がマーク・シルバー、ユインターの外国人組。この辺がいますね。マクシルバーですが、なんだこれ。マクシルバーってアメリカ人だからな。トム・バートン、グレッグ・ボブチャックを選ぼう。2人目は、トム・バートン、3人目はグレッグ・ボブチャックを選びます。そしてビル・ロビンソンですね、国際プロレスの日本勢ですね。さあ2人目どうす、なるべくならその前期の選手選びたい。まあマンモス鈴木とかか、サンダー杉山とかになるんだろうな。大磯たけしちょっととか、佐野浅太郎とかは確かにいたけど弱いんだよな。あ、大吾哲之助とか、やっぱり一人はグレート草津を入れときましょう。これやっぱり開花しなかったエースってことで。それからやっぱり雷電ドロップの人だろうな。まあでもマンモス鈴木もいいんだよな。まあでもこれサンダー杉山にします。さあ次です。太陽ペッ6番目太陽ペッパーですね。
オペーパー結構あれですね、シュガーレスなフレンズ。でもこれ本当にあれなんかな、ちはやとかいいかもしれないな。キャミーとかですよね、合うな。キャミーホワイト、マジンエコか、アイマスゼよりは。だから誰だ、まずそして3人目が、キャミーホワイト。さあ次です、棚橋です。SWA ヒール組の棚橋ですね。これだけの数多いんだよな。真壁本番を選ぶか、棚橋は。真壁本間を選ぼう。あ、まあでも新助かな、中村新助を選びましょう。方とかいないしな。あれでもいないよな。だからまあ、特に新助選んでも問題ないよな。それならやっぱり柴田、新三重士で柴田選ばないとダメでしょうね。柴田って選べるんかな、この中から。ダメなら引っ張ってくるけど、あっちの新日の方から。柴田。いないな。正規軍にもいない、正規軍にもいないな。じゃあ新日の方から引っ張ってこよう。本体ですね。柴田勝頼を選びます。次ですね、薬師寺正人、ライガーのスーパー、J カップの組ですね。シーマも選んでるので、それを外した組み合わせが必要です。でもやっぱりまずは村浜でしょう。薬師寺言うたら。
村浜ですね。そしてもう一人は、村浜は薬師寺があって、あとはやっぱり新日時代の選手選びたいよな。デルフィンかな。やっぱりデルフィンですね。やっぱりということで、さあ次です。ロッキーロメロですね。 SW、 ロッキーロメロ SWA ヒール軍、結局あれですかね、ショート用でいいんじゃないかな。じゃあもう普通に安直ですけどね。まあ邪道下道もいいですけどね。 J ホワイトってどこの所属だっけ。まあショート用で、ね、ちょっと行きましょう。なんかデーモン・スミスですね。デーモン・スミスは SWA 正規軍、誰を選ぶか。まあやっぱりボクサー系選ぶといいよな。それが一体誰なのか。ホセサントス、まあ、一人は。ジョービルズ、ソフィア・ロドリゲスあたりもいるか。ソフィア・アビー・ジョーンズ、ソフィア・リンジー・スチュワート。キャロライン・コインズか。まあ、アビー・ジョーンズの方を選びましょう。だけで終わりそうな流れになるかな。やっても2試合ぐらいとか下手すりゃなっちゃうかも。次高田信彦。高田信彦は、北尾浩二のグループの北尾ですね。これもなんかすごいメンバーなりそうなんで。高田信彦、ここはもう北尾浩二ですね。一人はもう文句なしに。もう一人どうしようかな。北尾ルートだとあタルとかいいんだけど、コピーロフ
マーク・ホール、ネイサン・ジョーンズ、うん、山ちゃんでもいいけど、天竜か、天竜選んだらすごい強くなりすぎる感はあるよな。ケンタとか WAR 組だよな。まあでも山ちゃんかな。考えて山ちゃんも60行きましたからね、いつまでもまあ健康にっていうところですね。ほんとこの辺の優世代がね、まあそういった高田だって60行ってるわけだし、武藤長野だって結構びっくりですよね。SWA 正規軍、ジョン・スミスをまず一人目として選びまして、この人どんな人なんだろう。ニューフェイスって言ってます。あ、若い人か。ここまでがあの格闘寄りだからな。何これ、こいつ誰、ギャングレル、面白いのを選びましょう。ビッグハヤブサ、まだこのストロングスタイルっていう選手は、ね、西村ちょっと選んで、え、西村治のなんか生誕生日がおかしい。フラットエンジェル、スティール・ジョンソンがすごそうなんで、はい、ということでこれで A ブロック終了ってことか。一応あの誰もいないことを確認しつつ B ブロックです。 B ブロック1番は浜亮太です。浜亮太は何かノアジュニアになっちゃってるんですよね。でも本当は大日本なんで、大日本ストロング部門から選びたいとこですが、そうはいかん、問屋は下ろさない。ジュエってどんな選手だろう、分からん。浜亮太だからまあ普通に全日本か大日ですよね。大日をストロング路線がいないんで、言うほど大日ストロング路線って言っても違和感あるんで、ケンタをぶち込みましょう。
こに南海流もぶち込みたいな。最後です。タルとかそうだっけ、とりあえず全日本をから選ぼう。大日本はこの4人なんですが、ストロング路線の人が、いや関本いるんですけど、関本まだチーム替えしてないから、いずれは DDT もなんか関係してるような気はするけどな。この辺からですね。でかくて元相撲か。宮原はちょっと誰か取っときたいなっていう感じがあったっけ。まあ宮原でもいいのかな。よし。滝沢って誰だ。いや知ってはいるんですよ。最後のダイナマイトキットとかいる。まあ宮原選んどきますか。宮原健人、なんでか分からんけど、さあ続いて猪木のオールスター戦です。オールスター、オールスター猪木サイクロレスのことに行って、こっちですね。で、小鉄さん入れましょう。小鉄さんは実は前回のデスマッチも出て圧倒的最下位だったんですが、やっぱりガードマンとして入れる必要ありますね。くすぶってた頃の長州入れてもいいかもな。藤原さん組長はもう組長組まれちゃってるんで、ここジャイアントババかな。ジャイアントババを入れましょう。長州くすぶってた長州入れるのもいいかもしれないよな。ババとどっちがいいんだろうな。やっぱババ入れ、ちょっと夢でババさん入れましょう。小鉄がちょっと、そして、次がなんと皮肉なことに藤原義明です。デストロイヤー追悼参加者、もうだからまあどっちかといえば古い人っていうかベテラン勢から選びたいですね。朝山本もいるのか。でもデスオイヤー選んでもしゃあないしな。やっぱりヒロさんか。ヒロさん入れましょう。もう怖いですよヒロさん。
そして3人目は、3人目どうしようかな、腰中四郎かな、やっぱり淵じゃないでしょうか。同じゴッチ流の、はい、この辺のベテラン勢ということで、さあ次です。次がダイナマイトバイスですね。ダイナマイトバイス、ね、ダイナマイト前回参加して、前回はデスマッチ参加してない中から選ばないといけないですよね。タフマとかいるけどな、コルデロとか。そうだな、コアス軍団で、コアス軍団で入れてもいいかもしれない。レックブレイン、三部ミオ、三部ミオはさ、藤原組長とダブるんだよな。じゃあバックボーンマスターと、レッグブレーカーか。やばいですね、やばい3人を入れてしまった。まあでも頭攻め、足攻め、バックボーンは背中攻めで、足攻め、レッグブレーカー足攻めですからね。で、もケンスケか。なんか全体的なレベルは上がってるとは思う。完全ランダムに比べてね。ケンスケです。あ、小橋いたらすごいとは思うんですけどね。小橋入れるか。小橋いたっけ。分断00に小橋いたっけ。いないな。塩か黒さんはジェクリザック、塩崎、金丸、田中実、金本浩二、キャプテンノア、キャプテンノア、そんな人いたな、そういや。武藤、ピトシモハメドヨネ、やっぱり入れときましょう。今はどんな中かわからないですが、やっぱり入れとかないとな。ダメでしょ。
橋ってどっかにいたっけ。小橋は多分 SWA にいたと思う。小橋入れとこう。話がどんどんでかくなっていくな。後になるほど強い選手が出てくる感じですね。まあ、小橋入れときましょう。さあ続いて杉浦です。杉浦はやっぱり藤田とかストロング組を入れとかないとダメですね。新日的な。言うほど杉浦自身は親日的な感じは しないんですよね。プライドとか上がっていったけど、まあ、藤田と坂本、間違えた、杉浦、藤田、桜庭、ルパンレンジャーですね。言うほど雨に万逆やんも多くないもんね。スペクトルマンかな。スペクトル、特撮でいうとスペクトルマンですね。そしてシンカリオン H5 はやぶさ行きましょう。グランクロース。で、そして、8番が金丸義信。金丸はこれデストロイヤー追悼参加者。さあこの金丸だったら、まあ、太一とか岡林ってどうなんだろう。ストロング BJ の申し子だったんだ岡林って。ハマと組ませてもいいよな。入り江とかジョードリング、いや、あ、田村ダンってここにいたんだ。知らなかった。田村ダン結構注目してる選手ではあるんですよね。長井ですね。あれ長井ここにいるんだ。
まあ金丸か、金丸だったら秋山純だな。金丸、あの秋山軍いましたからね。次です、シーマですね。シーマライガースーパー J カップ組なので、この頃のシーマって出始めのシーマなんで、これですね。村浜とかいいと思うんだけどな。村浜はもう使っ薬師寺のとこで使っちゃったんだよな。だからドリエモン勢か。って言ってもこれやるんだったら普通にいつもの3人でやった方がいいか、ドラゴンゲート勢で。まずは当然ドン藤井ですね。そして盟友ですね、ドン藤井。それからタルカ、この初期だったら。まあヒール時代、C-MAX 時代のタルです。この3人ですね。10番、次ペガサス、セイヤ。これはまあ1人目は、もう1人目はロビンマスクで文句ないと思います。さあもう一人は貝原雄山とかじゃないしな、ホセ面倒さでもない、半馬雄次郎だな。バキの半馬雄次郎だっけ。さああと 2組、ウィリキャッチアズのチームですね。ウィリアム・ロビンですが、当然残りの2人もキャッチアズを使います。スネークビットラブ、ケイター・シアン、まずジョン・テラーズ、入れてみましょう。もう一人がどうでしょうかな、なんかかっこいいな。怪獣戦車ってやばすぎないかこれ。
お、これかっこよさそう。この最後の服装。ラストです。ラストは大谷慎二郎、左に移した方がいいのかな。見にくかった、申し訳ない。VTuber の人がなんか結構見せる際に自分の VTuber のアバターで、コメントとかその画面が隠れてしまう時があるんですよ。それに対して結構文句言ってたりするんですけど、でも自分がその立場になる、なると複雑なんか。なってみると我が身っていう感じ、明日は我が身っていう感じですね。高いはじゃあもう金本ですよね。ジュニ若い30歳に。ただまあ藤波でもいいんですけど、いや藤波じゃないだろう、サスケでもないだろうっては思います。武士もいいんですけどね、そういう意味でやっぱり金本呼びましょう。金本どこにいたっけ。この辺にいそうな気はするけど、いないか。ここじゃなくてダブルワンかな。ダブルワンで解体したんだっけ。解体してない。じゃあまだいるはずだ。金本新日にいるんかな。あ、まあライダーのとこにいるよな、絶対。いたいた。やっぱ金本ですよ、3人目は。うん、ということで比較的本物のシーツに近いチームを揃えるような流れになったような感じですよね。
30分レベル8で、一度戻りましょう。そしてスーツ本来のチームに戻ってもらいましょう。土方だ。土方ってバトラーズだよな。コーノーだ。アンディー・ウー・ジロー、クロシオ・ジロー、ドイ・コウジ、あれ、アレハンドはこんなとこにいる。田中岩石、田中ロック、リンダマンだ。リンダマンはグレートですよね。161センチしかないんだね、リンダマンって。これ名前グレートに変えてもいいかもしれないですね。マサラとか。え、何これ、大久保がいるじゃないですか。大久保もどのポジションなんだろうな。まあ、立ち技格闘技側に移籍してもらおう。関本が、言うまでもなくストロング BJ ですね。でハマもこれだったらストロング BJ じゃないか説ありますが、ちょっと今は怖いんで、データが崩れるのがそのままにしましょう。長井あたりも有形なんだよな結局。あれ長井って、あ、そうか、長井は立ち上げにはユインターン立ち上げには関わってたけど、すぐ辞めてリングスに行ったんだ。
田村いるんだったら田村はちょっと前日のジュニアへ。やばいな、これ全日あるんだけど、全日ジュニア作ってやらないとダメですね。岡林が当然こうなるとストロング BJ に移籍って感じか。で、新チーム一旦これ隠して分断で何だったっけ、ニュートラルだけどベビーフェイスでいいですね。なんかしない。いや、そんなことないでしょう。全日用マークがない。ないんだ。じゃあ属性。全日ジュニアは。全日本プロレス系か。さらに、レスラー移籍して、体重が少ない人に関してはジュニアなんだ。でも大きい人多いですよね、全日やっぱり。あれ、田村どこ行った。あれ、田村移籍してない。してるんじゃないかな。あれ？
れどうしたの。あれあら消えた。まあもしかしたらどっかで現れるかもしれないけど、なんでログネームの方があれなんだ。フリーで、フリーじゃないな、これサブカルイズムだな。シュリーは、これは女子プロだな。シュリーってまだ現役でやってるんだろうか。
種類は、まあ双角もやってんだけど、一応スターダムだな。スターダムの所属らしい。スターダムにもういるんじゃないかな、選手として。わからん。とりあえず無所属しとこう。本当はスターダムのどこのチームか分かってない。スターダムサイト内のプロフィールではどこにいることになってる？わからん。チームとしてどこの所属かどうかまだ書かれてないな。これ白石じゃなくて白石舞なんだ。まず戻りましょう。ただですね、一度終了して再度立ち上げ直します。これなんでそうするかっていうと、もしかしたら起動するときになんかエラーが出てしまうんじゃないかっていう怖さあるからですね。なんかもうすごいすごいな。2800ワークショップも結構な数落としてますね。まあ、全部がワークショップじゃないでしょうけど、それを省いて考えても相当な数になるんじゃないかなと思います。ちょっと競輪予想に関しては時間が遅くなったので明日の朝にさせていただきたいと思います。引き続き1試合か2試合ちょっとリーグ戦、お届けしたいと思うんで、これでちゃんとオープニング戦が始められるかどうかっていうところですね。大丈夫だ、始められた。全12チームですね。 A ブロック、B ブロック、じゃあ A ブロック、B ブロック1試合ずつやっていきますかね。まあ、B ブロックの方がシーツのあったチーム濃くて盛り上がりそうではありますが、ちょっと A ブロックが弱いかも、ご了承ください。さあまずはリッキバズタイラー、ジェリーブリ、ブリスコ、リッキー・ギブソンの、昔のアメリカンプロレスの人ですね。一方、谷沢直樹組です。ジャクソン・フロリダ、ヨッシーの、谷沢直樹のドラゴンゲート組ですね。
6人タッグマッチです。これイリミネーション戦ではない。ブレーンバスター防ぐ。12チーム総当たりでやって、上位2チームが決勝トーナメント進出です。たすきがけになってます。 A ブロック1位、B、対 B ブロック2位、 B ブロック1位、 A ブロック2位の、決勝トーナメント準決勝ですね。さあ、その代表者を決める予選が今スタートしました。3人です。今ヨッシーノですね。ヨッシーノとジェリーブリスコかな、ニッキー・ユーソンかな。グランドヘッドロック。レフェリーは、ジョー・ヒグチ。リングはその80年代の全日ですね。完全に全日じゃないですけど、さあロープに振って、今バズ・タイラーが出てとジャクソン・フロリアが出ております。ジャクソン・フロリアか谷沢直樹へ。パンチ。さあバックから固めます。さあロープに振ってダブルチョップ、後ろに倒す。さあこのバズ・タイラー組は古きアメリカンプロレスですね。昭和の、昭和って言っていいのかな、まあ80年代までのアメリカンプロレス。一方谷沢組はドラゴンゲートの戦いってことになります。まああんまり噛み合わないですよね、メイプロとルチャなんで。
バックドロップ。おっと、足を決めていく。さあ、これはイルミネーションではないんで、ホールギブアップが取られた時点で試合は終わりです。これはスタンピート、カウント2。おっと、ディスティーノだ。そしてジャベです。さあ、助けに行きます。オクラホアスタンピーではない。オクラホアスタンピートで合ってるか。サイドクラッチを打とうとするが、お、エルボーです。エルボー3連発、上がって2位落とす。上がらない、リバースへ返す。さあ、バックに取ってダブルチョープ。30分一本勝負になります。こちらの試合は丸め込みます。カットに入れました。ドラゴンゲート勢丸め込む。カウント2です。後ろから、おっと、フライ、ランケンシュタイナーか。さあ、ハーフボストンだ。これはカットに入る。バックドロップ。エルボーです。さあ、チョップ合戦ですね。ネックブリーカードバズタイラー。さあ、これはエビで固めます。カットに入る。お、乱入者だ。どっち加勢するのか。あ、どうや、ドラゴンゲート勢に加勢しますね。ダウンキック、タックル。おっと、裏投げ炸裂。乱入者の裏投げチョップ。
場外へ。さあカウントは20です。ここは PWF ルールじゃない。お、これは丸めこう。ブレーンバスター、お、対空時バズタイラー、対空時間の長いブレーンバスター上下線になっております。あ、ジャーマンか、持ってきました。巻き込まれた今、なんか投げに。さあもう入り乱れております。誰が誰が権利があろうかわからない。みじん切りチョップ、ネックブリカドープ、おっと数落とし。お、これはなんだ、落としたカットです。さあ間もなく25分、あと5分です。ヒットバット、ロープに振ってエルボーです。オクラホアスタンピート、おっとぶつかった。投げて、おっとフロントスープレックス、カバーに入る、止められない。アメリカプロレス勢がドラゴンゲート勢を破りました。今グレート小鹿がやってきたんですが、効果なかったですね。ハマ、ビッグジョン・テンタ、宮原健人組対アントニオ猪木、山本虎鉄、ジャイアントバー組、 B ブロックの第一試合です。さあハマ両田組です。先頭は宮原健人、以下ジョン・テンタ、ハマ両田と入ってまいります。そしてアントニオ猪木組です。さあ盟友、かつては盟友だったライバルジャイアント馬場、そして、山本虎鉄ですね、道場を支えた山本虎鉄、そして燃える闘魂アントニオ猪木入場です。さあ馬場と浜がから戦いがスタート。
タッチイエス。ジョンテンタにタンチ。テンターをグランドヘッドロック。お、当たります。体格差ありますからね。さあ、ババイライバル、ババイタッチです。猪木さあ、ジャイアントババ出てまいりました。腕試技、エルボーを叩きつける。おー、ダブルをチョップ。テンタを重刀殺、重量殺法、宮原にタッチです。ボディスラム、チョップとエルボー合戦です。ババと宮原の大気合戦。さあ、かけて16問決まった。投げます。宮原エルボー、ババから山本小鉄イタッチ、カバーに入ります。カウント1。さあ、パイルドライバー、ヤオトコテツ、ボストンクラブです。あと早くもカットに入る。宮原大丈夫か。宮原をスタミナちょっと心配かもしれないですね。ヤオトコテツ豪快に投げます。キックです。さあ、グリグリ、ブレーンバスター3。パワとテンタが場外でもつれ合ってます。いや、テンバは権利がなかったみたいですね。テンタが権利があって、テンタと猪木かな。さあ、宮原にタッチ、宮原と猪木じゃないでしょうか。ん、いや、テンタがまだ持ち上げてる。ブレーンバスター豪快です。カバーに入るが、これはロープブレイク。ブレーンバスターからババイタッチ、チョークスラムかな。おっと、脳天からたけない。そして黄色くです。出た。どうも浜組はもうすぐ入ってきますね、リングに。おっと、ハマビアハック、ババを締め付ける。さあ、創設者に対してもう ここはリングの上、
本当別にスバレーボーム山本虎鉄、もっとまたベアハクだ、ドープキックババが攻められておりますね。ダブルブレインバスター、猪木イタチ、猪木と浜亮太、まだまたビアハクで攻めるが、ドロップキック、お、エルボーです。浜倒して固めます。 2.9、 ちょっと浜疲れが見えてきたか。浜しかし強引にブレーンバスターホールド。 2.9、 猪木危うし。さあ猪木まんじゅう固めだが、これ権利がない。さあその間にハマーがビッグジョンテンタにタッチ。テンタと猪木、あっと体格で跳ね飛ばされる。そしてテンタヒップドロップですね。ライデンドロップ、サンダー杉山でいう。さあそしてこれはえぐいな、猪木。さあ猪木も黄色く、だから宮原にカットを許してしまう。ダブルのブレーンバスター、猪木と山本虎鉄。さあすぐ虎鉄場外へ、多分権利がまたデスバレーだ。おっと馬場なんと持ち出した、椅子を持ち出してブレーンバスター。ババ何が起こっているのか。おっとちょっとテンタ場外に気を取られている感じがあるぞ。さあテンタと山本虎鉄かな、飛びます。ボディープレスもう一回行くのか、これも決まりました。投げますね、すごいなこの巨体を。八男鉄軽々投げました。おっとオクラホマスタンピート。そしておっとまたデスバレーだ。デスバレーなんか現役時代やってたっけ、山男鉄。さあババイタッチ、しかしもう元気ですね、ビッグジョンテンタ。さあボストンクラブに八男鉄取ります。さあその馬場がパイルドライバーカバーに入りますが、すぐに宮原がカットに入る。このカット早いですね。おっと馬場アームロック。さあおっと強引に投げっぱなし、ジャーマン、ビッグジョンテンタ、恐ろしいナチュラルパワーで思ってます。ババが小さく見えます。ん？串出しドロップキック。さあここでもう一回ダミングボディープレス、山本虎鉄、山本虎鉄と宮原かな、コブラツイスト。さあこれはちょっと隙をついてるぞ、浜がカットに行く前に宮原がなんか自分で振り表を置きました。さあ山本虎鉄またダイビングボディープレス、カバーに入る。さあ自軍の有利なポジション、カウント2、ヘッドバット宮原ロープで振ってキックです。カバーに入る、ババアカット。
20分をすでに経過しております。熱筋が移り猪木、さあ猪木これ権利ありますよ。なんとかここは食い切り抜ける。さあ猪木と虎徹のダブルをブレンバスター。さあ猪木ロープにドープキック、おっとビアハックだ。このパワーサポー怖いですね、ハマとテンタの。おっと宮原をアウブリーカーか。さあ権利があるのはテンタです。テンタにドロップキック、さあテンタもう強引、ナチュラルパワーがすごいこの試合のテンタ。さあ宮原にタッチしております。またビアハクだ、だから権利がない。おっとコブラツイストだ、決まった。殿下の宝刀コブラツイスト、若獅子猪木コブラツイストへダーが出ましたね。最後しっかり決めました。さあこれで、バズタイラー組、 A ブロックはバズタイラー組、 B ブロックは猪木組が、勝利を挙げまして、ポイント5点を得ることができました。はい、ということで新しいリーグ戦のチーム決めと AB ブロック1試合ずつ行ってまいりました。果たして、この試合の結果はいかになるでしょうか。深夜の、BGV 帯でお届けしたいと思います。ということで、ここまで見ていただいてありがとうございました。 Twitch で配信を行いました。 Twitch、アカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。そして、YouTube で、このアーカイブをお送りいたします。アーカイブチャンネル登録、動画の高評価、リポスト、動画の高評価お願いいたします。11日21時頃からプレミア公開予定です。
そして、旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 This Live アーカイブアップロード、 This Live ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ファイアープロレスリングワールド、6人タッグリーグ戦シリーズ、メンバー決めと少しだけ試合をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。